今年も残すところあとわずか。過去形で言ったら糸わずか。何の話してんの。皆さん来年の準備は大丈夫ですか。ダメですよね、ダメですよね、ダメダメスパトニックですよね。何それ。まだカレンダー買ってないんじゃないの。そう、島根自虐カレンダー2020。でも僕こんなこと聞いたんです。うん、何。あ、それはともかく北海道のこの部分と青森県のこの部分、これじゃしっかり連結できないんじゃないですかね。連結できそうだけど、そういう仕様じゃないから。あ、じゃなくて何。あ、そうだった。実は今回壁掛け用は作らずに卓上一択なんですよ。ああ、最近の住宅事情だと壁掛けより卓上の方がニーズあるもんね。でもこんな人がいたんです。卓上言われてもうちにはその卓がないんだよって。そんな人いるの。ご安心ください。そこでこんな商品をご用意しました。え、どんなの。卓上カレンダー卓付きセットです。なんじゃと。何それ、バカなの。限定ワンセットのみ。価格は強欲なちょっきり10,000円。箱には作者のフロッグマンが適当に絵とサインを書いてくれます。高いな。するとこんな話も聞いたんです。今時カレンダーなんか売られても Google カレンダー使ってるからいらねえよなって。いや、便利じゃもんね、スマホのカレンダーは。通知もしてくれるし、他の人とも共有できるし。わかりました。だったら島根自虐カレンダーもデジタル時代に対応いたしましょう。どうするの。島根自虐カレンダー2020を買うとスマホのカレンダー機能使い方ガイドがついてきます。それデジタル化対応してるって言わないよ。これでもうカレンダーを持ち出さなくても安心して机の上にカレンダーを置いておきますね。それカレンダー自身を自己否定してるじゃない。それ欲しいという方は今すぐ DL ショップにアクセス。